ライはトゥルー、あなたは信じる、千葉田に転がる都市伝説紹介チャレンジ、どうも、マイキーです。マスダのトウヤです。はい、今日何ですか。まあ、やっぱりね、世界牛耳ってる言うたらみんなどこやと思う。そんな関西弁で投げかける質問ですか。いや、もうほんまにもうこのイルミナティフリーメイソン300人委員会、いろいろ言われてますけども、はい、それはね、地下組織サンヘドリンなんじゃないのかってことが言われとるんよ。秘密結社フリーメイソンと言われるやんか。なんつった、地下組織、地下組織、アンダーザシー、アンダーザシーではないんですよ、うん、海ではないんですよ。まあね、そもそもですね、この世界において宗教っていうのは非常にパワーを持っているじゃないですか。はい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 。じゃあ一番最古の宗教と言われると皆さん何が思い浮かぶでしょうか。え、気にしたことなかった。一番古い宗教って分かってんの。まあ世界最古と言われてる宗教の一つ、一説なんですけど、うんうん、それはね、ユダヤ教なのではないかと言われてるんですよね。そうなんよ。そうなんです、ユダヤ教はなんと紀元前1280年、古っ。はい、皆さん何してましたかね、その頃は。死んでたな。3000から4000年ももう歴史があるという、まあ、宗教なわけなんですよ。すごいね。現在もイスラエルをはじめまして、まあ、1700人、あ、少なすぎた、衰退がひどかった。いやいや、ほんまにひどいよ、うん、怒られるよ、ほんまに。1700万人ほどの信者がいるとされておりまして、うん、で、まあ、ユダヤ教のヤハエの天地創造の神と解釈して、まあ、唯一神としまして一神教としている宗教なわけなんですよね。で、そんなユダヤ教は世界三大宗教の一つなわけなんですけども、キリスト教とかイスラム教の教えにかなり影響を与えた宗教なんじゃないかとは言われてるんよ。ユダヤ教がなければ今のご時世キリスト教やイスラム教が存在しなかった可能性も、今のご時世っていう言い方合ってる、まあ、今の世界に、うん、まあ、存在しなかった可能性があるってことが言われてるんですよ。なるほど。で、その理由は実はキリスト教もこのイスラム教も信じる神様が同じだからって言われてるんですよね。あ、そうなんよ。まあ、いろいろ解釈はあると思うんですけど、まあ、そういう説もあって、キリスト教やイスラム教はもともとこのユダヤ教の一つの宗教が分かれたものなんじゃないのかって言われていまして、ただもともとは同じ宗教だったという、皆さんもご存知の通り、ユダヤ教とキリスト教の思想も大きなズレがありますよね。まあ、そのためお互い敵視し合ってるというわけなんですよ。で、そんなユダヤ教はですね、ある組織によって実は操作されてるのじゃないのかっていう都市伝説がございまして、その組織名がサンヘドリン。なるほどね。冒頭に出てきた、初めて聞いたけどね。そうですよね、うん、サンヘドリン言うと地下に潜ってるんですよね。活躍しとったのはこの紀元前からもうこれなんと現代に至るまでまで存在しておりまして、え、まだあるの。あります。すごい。ユダヤ教は操り世界で暗躍してるって言われてるんですよ。暗躍してるがゆえに我々が知らなくても仕方ないんですね、それは。マジで秘密結社やん。まあ、地下組織なんですけど、うん、こんなサンヘドリンなんですけど、実はキリストの死関わってるっていう噂が存在するんですよ。そうだ。ここでちょっとお話したいんですが、うん、ユダヤ民族の裏組織。ユダヤ教は紀元前1200年頃エルサレムを拠点として作られるわけなんですが、このユダヤの国はローマ帝国に侵略され支配下に置かれてしまうと、はい、まあ、だからこのエルサレムって宗教的にすごい熱いスポットになっとるわけなんですけども、うん、 そうね、そんなローマ帝国の支配下にあった時代にですね、ユダヤ教で実は最高裁判権を持っていた組織っていうのが存在するんですよ。裁判権、それが実はサンヘドリンなんですよ。嘘、すっげえ筋肉あんの。サンヘドリンは今でいう最高裁判所でエルサレムで絶大な力を持っていたとされるんですよね。すごー。つまりサンヘドリンイコールユダヤ教の支配階層であることはほぼほぼ間違いないだろうと、うん、なるほど、いうことが言われとって、そのサンヘドリンなんですけども、うん、70人ほどメンバーがいるってことが言われとるんですよね。だからもう300人委員会とかよりも全然少ないんですよ、うんうん、で、まあ、メンバーは基本的に極秘とされてます。それ分かれへんの、誰がメンバーか分かりません。あ、そう。現代ではこのユダヤ教徒の政治家のほとんどは実はサンヘドリンのメンバーなんじゃないのかとか言われてるんですけども、誰がメンバーで誰がメンバーじゃないか全く分からないと。で、サンヘドリンはこのローマ帝国の下で、まあ、その絶大な権力を使いまして、このエルサレムの神殿を拠点としましてユダヤ人相手に金融業を行ったんですよね。へえ。その結果莫大な資産をそこで築いたと。なるほど、そこはルーツなんだ。いや、そうなんですよ。だってめちゃくちゃ金融業で儲かって一族をね築き上げたって話ですよ、うん、その総元がサンヘドリンなんだ。だからロスチャイルドとかが1600年とかにやってたことはもうとっくにやってると。これすごいわ。これさっき僕言いましたよね、うん、キリストの死に関わってる組織なんじゃないのかと。あ、そう、気になるよ。これ実はね、キリストを殺したんじゃないのかとか言われてます。ほんまかいな。まあ、サンヘドリンがこの金融業で稼いでいた頃、うん、それをね、よくあらへんなあいつらみたいな、金融金稼ぎやがってやん思って、銭儲けてまんなと思っとった人がおるんよ。誰よ。それがイエス・キリスト。妬みそしりとかはあんまりそう思わなさそうなイメージありますね。これはですね、理由があるんですよ。何、金貸しを悪っていう文化、皆さん聞いたことはないでしょうか。ああ、まあ、イエスはこのユダヤ人が神殿を拠点として金貸しを行っていることを悪とみなしたんですよね。なるほど。ただイエス自身もユダヤ教徒なのになぜそのようなことを思ったのか、うん、
それはですね、彼の人生に秘密があります。なんだ。彼は12歳でエルサレムを巡礼してから30歳で洗礼者ヨハネに弟子入りするまでの間の期間が全部空白なんですよ。そうなの、分かってへん。そうだから19年空白の期間があるんですよね。でこれ一説によると、彼はこの空白の期間に世界諸国を放浪するという、自分探しに行く大学生みたいなことをやっとったんじゃないのかと言われるんですけど、そこで様々な知識を得たんですよね。例えばインドに行ったりとか、チベット、ペルシャ、エジプト、そして日本にもイエスが来たんじゃないのかと。実際記録とかも残っとるわけで、でこのイエスは世界を旅して金貸しなんて汚いことをしちゃダメだという考えを身につけたんじゃないのかとか言われてるんですよ。しかしユダヤ教にはユダヤ人は神から選ばれた人という考え方があるんですよね。そうなんだ。つまりユダヤ教徒の行いを批判するということは神を冒涜することなんですよ。イエスは何と言われてるか、神の子言われとるんですよね。言われてますよね。そう、神の子言うたら田中のマー君とかいますけどちょっと違うんやな。あ、そうですか、このイエスは自分を神の子として独自の教えを広めて人気を集めとったわけなんですよ。やはり神の子いつの時代も人気なんですよね。でこのユダヤ教の神ヤハエはただ一人、人間が神を名乗ることが許されないと。つまりサンヘドリンはイエスをよく思ってなかったよ。まあだからある意味相思相愛ですよね。バチバチですけど、いかにやったか。で彼の弟子の一人であるユダを買収したんですよ。買収した。そう、裏切りのユダ。あのユダはサンヘドリンに買収されてたんです。そうなんだ。ってね、銀貨何枚かで売ったやな、キリストのこと。確か弟子のユダは。そうよ。それってこのサンヘドリンさんのせいなんや。そうよ。これダーユーチャンネルで言うとった。なんかさらされないかな、それは。六本木とかであいつよく飲んでたよ。六本木で飲んでた。そしてこの当時ユダヤ教には死刑の権限がなかったため、イエスをローマに引き渡しまして、神を冒涜した罪で貼り付けにされたっていう話なんです。黒幕おったんか、ユダに。いや、そうなんです。へえ。この十字架に貼り付けにする刑というのは当時のローマ帝国の中で最も残酷で最も重い刑やったと言われてると。まあなんである説ではイエスは何も罪深いことをしてないのに、サンヘドリにはめられて彼の罪をでっち上げて処刑させられたんじゃないのかってことが言われとるんですね。最悪や。まあつまり彼らはこうも言われてるんですよ、黒い貴族、ブラック貴族なわけなんですけども。なんでブラックだけ英語やった？僕の信用情報はブラックですけどね。まあそういうわけで金貸しは悪やなと思う僕なんですが、金借りてるからね。借りてる方、どんだけ悪やねそれ。サンヘドリンはですね、キリストを貼り付けにした後ですね、そのままローマ帝国を乗っ取ろうと画策しまして。そこまで考えてんの？そう、ユダヤ戦争を起こすんですね。うわ、悪っ。しかしユダヤ人ローマ帝国に敗北してしまうんです、国から追い出される形で世界各国に散らばっていくんですね。なるほど。これによってユダヤ教のいわゆる支配階級だったサンヘドリンも自然消滅したと思っとったんよ。思っとったけど愛は残っとったんよね。はい、やっぱ自然消滅やから。11世紀ベネチア、突然出てくるんです。何が？黒い貴族がここで出てくるのね。そう、これ団体名なんですよね、実は。黒い貴族というのは、これなんでそう呼ばれてるかっていうと、現地の人に比べて肌の色が黒かったからって言われてるんですよ。ああ、そうなんだ。まあだからまあ結構分かりやすいというか、分かりやすい。でこの黒い貴族こそがサンヘドリンの末裔なんじゃないかと言われておりまして。でさらにこの黒い貴族はローマ帝国の支配下にあった時代にやっていた金貸しで財を成すわけなんですね。サンヘドリンかマンダさんかいうぐらい財を成すわけなんですよ。マンダさん日本なのよな。まあね、ベネチアで大きな権力を持っていまして、そんな黒い貴族はさまざまな事件を起こすんですよね。なるほど。その中で一番有名な十字軍戦争、これはねとんでもない戦争なんですよ。ナルトかな、これ、十字軍戦争とはキリスト教が聖地エルサレムを奪還するために起こした戦争なわけなんですけども、その十字軍を先導したのがこの黒い貴族サンヘドリンが言われてるわけなんですよ。なるほど。じゃあなぜ彼らはこの十字軍戦争を先導したのかと。それは戦争を起こすと偉い人たちにお金を貸し付けることができるからなんです。なるほどな。戦争で人儲けするためにこと。そういうことです。これよくやってますよね、ロックなんちゃらとか。ああ、なるほどな。でこのユダヤがローマ帝国の支配下にあった頃培ってきた経験がまさしく生きてるんですよね。でこの十字軍を西ヨーロッパからエルサレムに進軍するために当然多額な資金がいると。そこでこの黒い貴族はローマ、法王朝、イギリス、フランスなどヨーロッパ各国の貴族たちにお金を貸して利子を取っとったわけなんですね。なるほど。この取り立てはかなり恐ろしいと。怖い、ね、もう黒い貴族が牛島くんか言うぐらい恐ろしい言われてましたね。まだ日本なのよ、例えが。ああ、そうですね、はい、でこの黒い貴族は十字軍戦争の規模を拡大するように裏でさらに仕組んでいたってことが言われております。悪っ。めちゃくちゃ
悪いよね。もう黒幕やで、戦争が大きくなればなるほどお金を消せる貴族たちにお金貸したるでーって言って行くっていう、うん、すごいな。わざと揉め事を起こして金貸してくみたいなもん。いやもうマッチポンプよ。でこうして戦争ビジネスでお金を貸した黒い貴族はイタリアとかスペインなどヨーロッパ各国に領土を広げていくわけなんですよね。じゃあこのサンヘドリン現在まである言うてましたけど、最近何やってまんねんと。あ、そうだ、今何してんの。それをねお話ししていこうと思います。ただその前にですね、実はねかなり闇深いことがありまして。何？株式会社というのを皆さんご存知でしょうか。それ株式会社ね、皆さん知ってると思う。この株式会社があるから我々はまあその株式会社で働いたりだとか、株を買って人儲けしたりだとか、人儲け、はい、借金を背負ったりだとか、いろんなことを生み出すんですけど、はい、その原点となったのは皆さんご存知東インド会社なんですね。そうなんですね。この東インド会社実はですね黒い貴族関わってます。つまりサンヘドリンの息のかかった企業をやったんですね、うん、表向きには東インド会社というのは香辛料とか織物などアジアの特産物をヨーロッパに届けるだとか、うん、イギリス、フランス、オランダなどで、まあ、設立した会社やってことは言われとるわけなんですけども、結果的に現地から税金を徴収するなどえらい領土の支配みたいなことしてるんですよね。おー、もうそれ支配だね。そうだから僕らの思ってる株式会社とはちょっと違った形式だったんじゃないかと。ほんまやな。でコロンブスがアメリカを開拓した際にも黒い貴族は、まあ、このアメリカに移動したらしくて、そこで活動を行ってきたんやって言われとるんよね。すごいな。でこのベネチアからヨーロッパ、アメリカ、次はアジアへとこの黒い貴族が徐々に世界進出していったんよ。どんだけ金の棒じゃん。1700年代世界で一番裕福な財閥と言われたのはこのユダヤ人家系のロスチャイルド家って言われてるわけじゃないですか。でこの初代が12人のユダヤ人資産家を招いて世界を支配するための計画である13人評議会を開いたんですよね。300人かより少ないやん。13人やろ。そう、この13というのは非常にパワーのある数字でして。そうそう、言うと思った。はい、まあ、やっぱりフリーメイソンとかすごい大事にしている数字の一つでもあるんですよね、うん、13ね。はい。でこのロスチャイルドを含め実はこの13人評議会のメンバー全て黒い貴族や言われてますよ、うん、あ、そう、全員がそうなの。70分の13判明しましたね。やっぱ。でそして1776年、ロスチャイルド家の資金援助によってドイツの大学教授アダム・バイスハウプトが秘密結社イルミナティを設立。そいつがイルミナティの創設者。そうです。始まってきました。でイルミナティは政治家や貴族、文化人などに入会され規模を拡大と、うん、でその後1784年にイルミナティは解散するわけなんですけども、うん、本当に解散なのとかいう話もありますし、うん、解散理由もなんかよく分かってないと、うん、あ、なんでそんなことになっちゃったんだろうねっていう。で、まあ、当時のカトリックの思想から異端だったため解散させられたということも言われてるんですが、それもそもそも隠れ身のにしたかっただけじゃないのかなと。ああ、なるほど。目を背けたかっただけじゃないのかな。なるほどね。じゃあ今はこのフリーメイソンの中で、まあ、息を潜めてやってるんじゃないのかっていうのは僕ら陰謀論でいっぱい話してきたじゃないですか。実際ロスチャイルドとかロックフェラーとか裏で育てたのもこの黒い貴族やと言われていて。すごいね、全部の黒幕やん。そう、だからもう誰も逆らえない、めちゃくちゃ強いやつらなんですよね。でフリーメイソンの話にちょっと戻るんですけど、うん、この33階級が、まあ、ある言われとるわけじゃないですか、うん、でもね一般には公表されてない34階級目がある言われとるんですよ。それが33人評議会。あ、ちょっと増えた。で35階級目もあるんですよ。裏の裏、もうそんな裏ボスみたいなやつやん。そんな、そう、それが13人評議会、つまり黒い貴族サンヘドリンや言われとるんですよ。ここがサンヘドリンね。そう、全て繋がってくるんですよね、このピラミッドに。何このダンスの振りみたいな。いや、もうピラミッドなんですよ。というわけでフリーメイソンはフランス革命とか明治維新とかもいろんな革命を起こしたりだとか日本を牛耳ってるんじゃないのかいろいろ言われてるけども、ちゃう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 、もうすでに我々はサンヘドリンの支配下におったやな。何やなぁって。でまあこうしてユダヤ教最高法院であったサンヘドリンは、うん、まあ、現在も黒い貴族としてフリーメイソンの裏で暗躍しているという感じなんですね。なるほど。じゃあこのサンヘドリン何が目的やねんと。知りたい。もっただの金の亡者としか思わない。そう、金は死ぬほど稼いだし世界も牛耳ったし、うん、あとは何をやろうっていうのが思うんですけど、やることないやん。彼らの目的は一つ、世界征服。征服してるよもう。いやいや、でも統一とかできてへんから。あ、そう、そもそもさっきも言ってますけどユダヤ人は神に選ばれ特別な人間であるという、まあ、意識が。でそのためには黒い貴族は神に認められる特別な民族であると、ユダヤ人の力を世界に示したいと。もうだからね、ここまで来たらお金とかじゃないんですよ、思想の問題なんですよ。名誉のことやな。そう、黒い貴族たちが目指してるものは実はね、ある指針に基づいてやってると。何？その書物があるらしいんですよ。何や何？書物に書いてることを全てクリアするっていう話なんですよね。とても書物の形とは思えへんぐらいの真っ赤を今ハート作ってんのかなもう。その書物はシオン議定書言われとるわけなんですけど、シオン議定書、はい。でこのシオン議定書にはユダヤ人が世界征服を達成するための項目が書かれとるんですよ。何やそれみたいな。で実際どういうことが書かれてるかというと、うん、ユダヤ人以外の人間の思考力を低下させると、ね、
メディアによって洗脳したりだとか、うん、そういうことで低下されるってことを言うとって、うん、でそれをユダヤ人が支配するんだっていう、うん、でユダヤ人ではない私たちが読むと、まあ、恐ろしいことがこの24章にわたり書かれとるんですよね。そんな書かれてるの。これを全てクリアするために彼らは今世界征服をちょっとずつ進めてるらしい。ああ、だそれが全クリした時に世界はその人たちのものになるんだ。そう、この24っていう数字も非常に意味がある数字でね、木山選手の背番号でもあるんですけど、まあ、2足す4は6になるんでね、まあ、この6というのも、ね、非常にね悪魔の刻印言われておりまして大事な数字ですね。うん、つまり、シオン議定書は、このユダヤ人がいかに優れた人物か、そして、世界のあらゆることをユダヤ人がハゲで操っていると、これからユダヤ人が果たすべきユダヤ人による政界政府の方が書かれてるっていうね、書物なわけなんですよ。つまり、黒い貴族は、フリーメイソンとかイルミナティとかロックスチャイルドとかロックフェラーとか、まあ、いろんな人使って、世界征服しようぜっていうことを目論んでるという話なんですよね。ロスチャイルドとかロックフェラーの上がいるっていうことが衝撃やけど。というわけで、知らぬ知らぬ間に我々はもう洗脳されてるかもしれません。いや、そうだろう、多分。まあ、いいけどね。は？いいけどね、なんで何？知能を低下しといた方がさ、うん、何でも楽しいってなって人生楽しくなるぞじゃん。赤みたいな。まあ、知らない方がいいことはたくさんあるよね、世の中ね。あ、そう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 、うん、頑張れって感じ、サンヘドリンの人も。なんで応援してんねん。だいぶ長いことやってさ、この24の項目達成しようとしてんやろ、うんうん、何世代にわたってやってるんよ。それぐらいの計画だよ。おどこなんやろな、人類補完計画みたいなゴールあんのかな。いや、どうなんやろね、まあ、やっぱゼーラのシナリオ通りなんだな。はい、というわけでね、もしシオンに出てると細かい話を聞きたい人がいましたら、高評価よろしくお願いします。それでは本日の鳥肌スコアは24とかさ、プリズンブレイクってさ、うん、もう人類をアホにしてると思うねんな。急ななんか海外ドラマ批判やけど。いや、ちゃう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 、あれさ、明日の朝仕事とか学校とか分かってるやん。うん、分かってるよ。のり朝まで見てまうやん。あれ止まない。もう1話だけ見て終わろうと思って永遠と見る。そう、一生これもう1話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 が続いて、あれ怖いよ本当に。気づいたら朝なってるみたいな。気づいたら朝なってる、うん、もう我々はアホになってるんですよ。本日の鳥肌ポイントは、はい、程よく楽しく皆さん生きていきましょう、はい、それでは See you、はい。地震が発生する当日の夜、いつもはまあ寝室で寝るんですよ。ただこうやってそうなんですよ、こっち安全じゃない、あっち安全。するとその深夜大地震が発生。神経生物学者のスティーブン・レパート氏がですね、人間には第六感は確実に存在する、そういうことをまあ発言してくれてるんですよね。人間のその能力ってのは使わないから退化してるだけなんですよね。ああ、そうなんや。しかし退化してると言ってもなくなったわけではありません。ある。じゃあその第六感一体どうやったら目覚めれるのか、今日本では意図的にこの第六感が目覚めないようにされている可能性があることが分かったんですよ。そう、実際この第六感を使ってやっぱやりたいことっていうのは地震予知だったりだとか、まあ、そういうのやりたいわけじゃないですか。はい。でもこれ実は2020年に成功したと言われてるんですよ。そうや。